やあ、セツケイスキだよ。絶望プリズン。今回はね、俺いつも PC 版でやっておりますが、アプリ版の方でやっていきたいと思います。というのも、アプリ版の方がむしろなんかメインでして、実はPC 版はなんか実況者向けに実況しやすいようにしたなんか改良版みたいな感じなんですけども、こっちのアプリ版の方はですね、本編だけじゃなくてこういう物質っていうモードがあるんですよ。ここではキャラクターに対してなんかプレゼントあげて、どんどんおまけ要素を解放していくような、そういう外伝的なモードになっておりまして、見てください、このルイちゃんのメイド姿を。こういう感じでね、キャラクターに衣装とかあげて着替えてもらったり、おやつをあげていろんな特典をね、解放していくモードがアプリ版にはあるんですよ。なんで皆さんをプレイするんだったら PC 版じゃなくてアプリ版の方をおすすめします。その中でもこの絆っていうのをね、絆レベルっていうのがありまして、これをキャラクターのこれをあげていったら、どんどんいろいろな報酬があってですね、このストーリーっていうのがあるんですよ。絆ストーリーっていうものがありまして、これはそのキャラクターに対する外伝的な物語が見れるんですよ。今回はこの物語を見ていきたいと思います。今回見ていくのは、オカウト部部長、シロー。これの2本目までだったら実況してもいいですよっていう制限になっておりますので、今こう、いくつか話あるんですけど、2本目まで解放しておきました。というわけでこの2本見ていきたいと思います。3本目は気になる人がはちょっと自分でアプリやってみて、どんどん出して見ていってください。というわけでいきます。1本目、ある日俺がバーに帰ってくると、シローが雑誌を広げて盛り上がっていた。未確認飛行物体が東京の空を飛んでいた。これはなかなか興味深い記事ですね。シロー、何か盛り上がっているけど、どうかしたの？実はですね、ミニファミコン買ったんですよ。お前、褒め子の話ばっかだな。ああ、いいところに来てくれました。てか、普通にこのバー良いようだな、お前らも。信之くんも見てくださいよ、この記事。東京で未確認飛行物体が目撃されたそうですよ。未確認飛行物体？そんなバカな。もしかして知らないんですか？うん。何それ、食べれるん？のぼよきくん、こんな基本知識も知らないなんて、オカウト部の部員として見過ごせませんね。あ、別に俺、オカウトが好きでオカウト部入ったわけじゃないからね、実は。自分の記憶を取り戻すために、いやいやって言い方もあれやけどさ、仕方なく入ってるからね、シロ。ちなみに、俺は、オカウトよりも、科学的な方が好きなんだ。科学の力ってすげえってところね。ああ、謝らなくていいですよ。みんな最初は、わからないことばかりですし、いいこと言うじゃないか、シロ。そうだよな。にわかファンの何が悪いんだよな。みんな最初は何もわからないけど興味があるからこの分野に入ってきたっていう人が多いはずなんだ。それがさ、ちょっとよく知ってるからってさ、にわかオツとか言う人ってどうだかと思うんですよね、僕は。そういうことよな、シロ。お前いいこと言うな。ですが、これから興味を持ってもらえたら嬉しいです。おう、シロ、お前、ファンの鏡やな。うん。そうだ。これから君にオカルトの素晴らしさをお教えしましょう。そしたら、きっと、信之くんもオカルトに興味が湧いてくるはずです。シロ、それもしかして、長い話になる？シロ。話してたらいつの間にか夜中になってましたね、みたいな話にならんだろうな。6時間ぐらいベッドで話されたらちょっと困るんやけど。それでは、まず、オカルトという言葉の定義から。そんなとこから話すの？それ逆によくわからんな、俺。オカルトってさ、定義とかあるんじゃん。それちょっとよく、逆に知らんよな、俺。
処方すぎて逆に知らんことじゃないそれ。それから数時間後、やっぱ数時間に上ったわまあ俺もガンダムの話し始めたら多分数時間後とかになるんだろうなって思うし。それでこの世界には平行世界というものがあってですね、あ、オカルトの定義からようやく平行世界の話になったんじゃ。あ、タイムパラドックスの話はしましたっけ。よく聞く平行、あの過去を変える話よな。これがまた面白くて。あ、シロ？何ですか？もう大丈夫かな？お腹いっぱいじゃ。むしろ、胃が破裂しそうな気分ですけど。十分、オカルトの面白さは伝わったというか。何を言ってるんですか、信之くん。まだ僕の中では、オカルトの面白さについて 10% くらいしか伝えてきれませんよ。数時間話してようやく 10% なんじゃん、お前。東京クロノスか。東京クロノスの容量ぐらいで莫大な情報があるな、お前の中には。この数時間で 10%? 今日は時間の有数までみっちりお話ししましょう。時間の有数まで数時間使ってるんだけど。シロは本当に物知りなんだね。まあ、子供の頃からオカルトについてずっと調べてきましたからね。どうしてシロはオカルトに興味を持ったの？それは子供の頃に読んだ宇宙の本がきっかけなんです。オカルトで宇宙か。宇宙なんじゃ。なんか宇宙で聞いたらオカルトというよりも科学的な方に入りそうな気がするんやけど。宇宙？はい、僕は昔宇宙に憧れていたんです。ほう。そしていろんな本を調べていくうちに世界の真理やあらゆる超常現象に興味を持ち始めて、そこからどんどんオカルトの方に。まあ宇宙ってまだわからんことたくさんあるからな。科学的に解明できたいことはオカルトっていう言い方もあるもんな。そうだったんだ。そうだ。信之くん、これからまだ時間ありますか？いや、だから数時間話してたんだろそろそろバー閉店するじゃないですかね。そろそろ、アブさんがお前ら出て行ってほしいんだけど、みたいな感じ。っていう目で、こっち見ててもおかしくないんだけど。え？僕がとっておきの場所に連れて行ってあげますよ。とっておきの場所？はい。なんだ、ミステリーサークル的なもんがあるんか？あそこに行けば、きっと、信之くんも、オカルトに興味が湧いてくるはずですから。それじゃあ、早速行きましょう。僕についてきてください。今から行くの？うん。そして、シロに連れて行かれた先は、なんと、猫カフェだった。絶対猫と、戯れたいだけだよ。アンケートここまで遊んでくれた凄腕ユーザーのお前だけにお知らせだ。アンケートのお願いだ。なんだ猫彦がアンケート募集してる係になってるなんか途中でアンケートの募集しよったけどさ、あれで終わりだしな。第1話というわけで第2話オカルト懺悔、これが2本目の話。公園来たよ。あれ、もしかしてお前公園にいつもおるこの黒猫に戯れに行ったのか。お前猫カフェじゃないにしろ猫に戯れに来たのか。お前はふうふうふう。どうしたん白エモン。なぼよけくん、いかがでしたか。僕の行きつけのオカルトショップは、あ、オカルトショップに行った帰りなんじゃ。いや、オカルトショップのことを話せよお前。ここは僕の行きつけのオカルトショップです。このやりとり見たかったわ。なんで帰りの公園の様子見せられたの。なんというかすごかったよ初心者やけんボキャブラリーが出てきてないんだろうな。なんて言えばいいかわからんかったけん、とりあえずすごかったよという感想しか出てないやつだな。これ初心者によくありがち。とっておきの場所ってオカルトショップのことだったんだね。はい、週末は欠かさず通うくらい大好きなんですよ。なんなんだろう。
毎週毎週新しい発見があるんかな。ところで、何か興味の惹かれるものは見つかりましたか？あ、都市伝説の本とかは面白かったかも。都市伝説か。俺も一時ちょっと見よったな。ああ、いいですよね、都市伝説。一番オカルトとして親しみのあるネットでも文章が読めるもんといえば都市伝説よな。僕も大好きで、いつも暇があれば都市伝説の動画を見ちゃうんですよ。俺も小さい頃さ、テレビでやりよった USO ジャパンっていう番組すごい面白くてさ、あれも都市伝説とか結構ミステリアスな話とかあげるからな。それで言ってさ、ジャニーズの皆さんがすごい面白い企画に挑戦したりしてさ、面白かった番組なんよな。あれ20年ぶりに復活とかないんかな。へえ、そういう動画とかもあるんだ。ん？何これ？男の子、返そうかな。お願い、返してよ。それは僕の大切なものなんだ。やだよ、返してほしかったら取り返してみろ。あ、あれは、あ、返そうじゃなくて目の前で起きてるのか。いじめですね。どうしよう。ここは止めてあげた方が。シロ？てかお前気持ち悪いんだよ。こんなもの学校に持ってきてさ、男のくせに女が見るようなアニメとか好きとかありえねえだろ。え、割と最近ってさ、プリキュアを男が見たりするのは結構当たり前になってきとるで。お前ら知らんだろ。お前こそにわかだな。やめてやめてよ。そうだぞお前ら。最近は、女の子向けの漫画とかアニメ化されたら結構男も見てるんだぞ。例えば、フルーツバスケットとか。はいはい、そこのいじめっ子たち、そこまでです。ん？なんだお前。君たち、それを早く彼に返してあげてください。他人の好きなものをバカにするなんて立派ないじめですよ。は？あんたには関係ないだろ。どっか行けよ。そうですか。なら仕方がありませんね。こんなことしたくなかったんですか。これでさ、いきなりグーで殴り始めたら、ええー、ってなるよ。お前そんなキャラだったっけってなるけども。何笑ってんだよ。僕、実は幽霊と話をすることができるんですよ。なんだって幽霊たった今、君たちに幽霊を取り付かせました。え、そんな幽霊って便利なもんなん？シロ、え、幽霊の友達ってそんな便利なもんなん？そんな取り付いてくれって言ったら普通に取り付いてくれるもんなん？うん、わかったみたいな、すごい瞬発力で取り付いたことになるよ、今の。その短時間で取り付いたってことは、うん、わかったぐらいのさ、通過な感じだと思う。ほぉ今夜、寝るときは気をつけてくださいね。ずっと我慢してても多分おねしょが出るからな。何も飲まずに飲んでる。寝る前に何にも飲んでないのにさ、おねしょが出るからな、お前。幽霊が君たちをあの世に連れて行ってしまうかも。ふざけんな。早く取ってくれよ。あらあら、信じちゃって。それは難しいですね。まあ、君たちがいじめをやめるというのなら考えてあげなくもないですが。それは。いいんですか？幽霊が襲ってきちゃいますよ。もし俺だったら、その幽霊が、ボインで可愛い女の幽霊だったら、うん、来て来てってなってしまうから、俺はむしろ大歓迎だけどな。あ、なんかおっしゃった。どうした？なんだお前、人間か。今度お前のトップルゲンガも退治しないとな。にゃはは。いきなり広告入れられた。わかったよ。ほら、会社から声でいいんだろ。あ、後ろに幽霊が。お、襲ってきてますよ。早く逃げて。うわー、やる、後ろ。まあ冗談なんですけどね。でしょうね。そうだと思っとったわ。
でもお前一回も耳触らんかったな。癖出んかったな。ありがとうございます。いえいえ、いいんですよ。ところで君はそのアニメが好きなんですか？うん、そうですか。僕は素敵な趣味だと思いますよ。誰が何を好きになったってもさ、いいと思うんやけどな。他人なんて関係ないので、好きな気持ちは大切にしてくださいね。うん、ありがとう、お兄ちゃん。好きって気持ちから何でも始まるからな。好きって気持ちがさ、すべての原動力の基本になるからな。これを否定する人は、死んじまえばいいのにって。ふぅ、一件落着です。シロ、優しいね。全然そんなことないですよ。実は、本当に幽霊ついてましたけど、払うの忘れてました。え？僕はただ、昔の自分を思い出してしまっただけで。昔の自分？はい。僕は子供の頃からオカルトが大好きだったのに、さっきの男の子みたいに、いつもバカにされていじめられていたんです。その時の苦しさは、今でもはっきりと覚えていて。だから、ああやって誰かの趣味をバカにする人を見ると、少し許せなくなるというか。そうなんだ。そうか。でもこうやってさ、それを乗り越えたからこそ今の四郎がおるわけでな。そういう経験があるからこそ、いじめられてる誰かを助けようという今の行動に至ったわけやしさ。それが今、こうやって生きてきてるんだよな。うん。ふうふうふ。でも、今はこうしてオカルトの話で盛り上がれる友達もできましたし、昔と比べてすごく幸せです。シロ、そうだね。はい。ねえ、シロ。シロが知ってる都市伝説の話、もっと聞かせてくれないかな。信行くん。ふうふう、もちろんですよ。それじゃあ、少し寄り道しながら、なんかジャンプの、ジャンプの広告出てしまった。わあ、俺がジャンププラス利用してることバレちゃったよ。いや、利用してるんだ。それじゃあ、少し寄り道しながら、ゆっくり帰りましょう。終わりか。本編でも素人ってさ、いいやつだったけどさ、それがまた強調される話だったな。オカルト談義。これって、ね、次レベル3なんか、オカルト談義、第3話なんかな、わからんけど。というわけで、とりあえずは、実況できる範囲がここまでなんで、今回はここまでです。この3本目以降の話を気になる人は、自分でプレイして解放して見てみてください。というわけで今回はこの辺で、ご視聴いただきありがとうございました。週上げ。ちなみにロッカーでは帽子を外すこともできまーす。お前こんな髪の色だったんじゃ。ケイスケくん、最新のオカルトニュースがあるんですが、聞きますか？それ、強制的に聞かされるパターンだろ。ケイスケくんって、どうしてナンパが好きなんですか？違うぞ、シロ。ナンパが好きなんじゃなくて、女の子が好きなんだよ。あ、確かにわかる。